あの漏れがないかチェックするやつをしてるんですけど、溶接の、はい、その補強として、はい、あこの原造液の下に使ってるか、はい、はい、全面に使ってます。あのなんとなくね、はい、理解できます。でステそれステンレスアルミ、あこれアルミです。あアルミ、はい、でステンレスで年間作ってる、はい、あの人たちがいます。2リッターぐらいですよ。1リッター3リッターちょっと大きい、はい、で、粘炭のね、ビス止めとか、ネジ止めとか、はい、パーツと、そのシャーシをつけたり、いろんなことやってます、はい、で、ステンレスでスタートに行くんですけど、はい、ステンレスの粘炭は、基本的にはニッケルクロームじゃないですか、はい、ステンレスの粘炭だから、つきませんよって話になると、口に走る上で、粘炭は、はい、サスの粘炭使ってる、バタンも貼って使ってるんですよ。で、一部の大学、はい、粘炭組み立てだけたくさんでやったあれもあるんですって、はい、あ、それやめてよって言ったんですよ。その大胆なことやめてよって言ったんですよ。それでさ、やり方があるから、やり方を踏襲して組み合わせをやった方がいいんじゃないですか。で、車検受かる受かる一番言ったか知らないですけど、走り出して、上智と一緒に並んで、しか走り出して、6年ぐらい前にいきなり緊急車検だったの。車仕事を全部車燃えちゃったで、ドライバーさんは5秒ルームで飛び出して無事だったんで、だから余計神経使わないんですよ。で、一応噴出とか漏れとか、はい、消音によっての、はい、ガスの、はい、流出とかそういうの一切一応ないんですよ。はい、エントランス一応走り終えれば、はい、一応無事。そうですね。はい、でも溶接の一部なんでしょ。全部全面じゃないんでしょ。全面なんですか。溶接と発散と併用、はい、併用ですね。最初に溶接を全部して、はい、でその上から補強として、あ、なるほど、はい、漏れ止め、はい、そうです、はい、はね、ヨットでも何でも結構あります、はい、何十メーターヨットあるじゃないですか、はい、浸水しないとピンホールが確認できないんです。例の自動車メーカー の、 オーストラリアからのアルミヨット輸入2台は83で溶接のピンホール漏れ今やってます。だから T 社オーナーで、そこ、はい、はい、AD ですね。国産は、国産はそうですね。そうだよね。このあとはパーツのね、粘炭 の、はいはい、その透明のパーツがあるじゃん。透明 の、 レベルゲージがあるじゃないですか。はい、レベルゲージのジグ固定とか、はい、パーツ固定とか、たくさん使ってるあれがあります。いや、別にさ、それエンジン の、はい、水系っていうか、はい、ガソリン の、 レベルゲージ。の組み立てなんか使ってます。で、ガソリンだと溶けちゃうっていうインターネットの話もあるんだけど、普通のエボキシはみんな溶けないんですよ。単にガソリン製みんなあるんですよ。だからなんか混ぜ物してるんだな。で、井上製作所さんは後ろのカウリングとかなんかいっぱいあるんですか。後ろもあるんで、あと側面の人、これがとりあえずサイドパネルとクロアパネルなんですけども、去年まではカーボン使ってたんですけど、今年からアラミド繊維、アラミドなんですよ、はいはい、これを2層、3層、ここが2層で3層、やっぱアラミドの方があれ、フレキシビリティだから、うん、そうですね。値段、値段とかいろいろ入手程度しやすさ、はい、うん、ですけど、その横にくっつけたりっていうのは、その、うん、フレーム合成を深めたり、うん、フレームネジ合成とかを深めたり、うん